クリマは、日本の競争馬。馬名の由来は冠名にイタリア語で涙。主な勝倉は2012年京都金牌、2013年七石賞、2014年オールカマー。デビューは6月26日の函館競馬場の芝1200メートル線で4番、人気ながらにデビュー戦を勝利で飾った。2戦目は新潟のダリア賞に出走し、3着に敗れたものの、 新潟2歳ステークスは10番人気ながら先行、粘り切って2着に検討する。ちなみに1着のマイネイサベルは、ラクリマと同じサラブレッドクラブラフィアンの所有場で、同じ場所による1、2着となった。その後東京スポーツハイ2歳ステークスは4着、朝日ハイフューチュリティステークスは6着だった。初戦は NHK マイルカップで16番人気だったが、後方から追い込み6着に入った。 その後関西遠征し京都の白百合ステークスに出走。先行粘り込み2勝目を飾った。東日本大震災の影響で中山開催となったラジオニック傾賞はフレイルジャックに刺されて2着に赤敗した。2ヶ月の休養明けとなったオールカマーは6着に敗れた。しかし東京のマイル戦の富士ステークスとキャピタルステークスはいずれも3着に検討した。 京都金牌は、後方から追い込んだダノンシャークを抑え、重傷初制覇を果たした。しかし、東京新聞牌は、いいところなく発着に敗れ、その後調教中に、第3、中足骨を骨折し、約1年以上の休養を余儀なくされる。3月の東風ステークスで復帰し、復帰2戦目となった福島民放牌は、中断から最後差し切って復帰後初勝利を飾った。 京都の東寺ステークスは一番人気だったが、先行したリルダバルを捉らえられず2着に赤敗した。そして、福島の七夕賞は4コーナーで先頭に立つと、そのまま押し切って、重賞2勝目を飾った。続く小倉記念では、いつものように先行するも、金量 58kg が響いたか3着に敗れる。休養を挟み福島記念では、大和ファルコンが、 レコード価値を収め惜しくも2着。次の朝日チャレンジカップでは、早め、先頭に立つも後続に刺さる4着。2013年を終える。年が明けての初戦は、京都金杯。久しぶりのマイルに対応できなかったか、道中束に挟まれたこともありいつものように、先行できず11着と惨敗した。次走の中山記念では強い雨が降る場ばで、 大外枠からのレースであったが4着と前線。その後間隔を空けて、香港でチャンピオンズマイルに参戦するも全くいいところなく10着に、敗れる。帰国後初戦はエプソムカップとなったが、主戦の柴田大地騎手が、騎乗停止で乗ることができず、川田正宮騎手に乗り換わりとなり、普段と変わらない走りだったが、ディサイファの2着と赤配した。そして、 七夕小連覇を狙い出走したが、やや反応を鈍く奮戦するも三着に敗れ連覇は、ならなかった。その後は、休養に入り、休み明けの初戦オールカマーでは、戸崎慶太騎手が手綱を取り逃げるカレンブラックヒルを、捕らえ戦闘に立ち追い込んでくる、ラキシスをしのいで一着。一年二ヶ月ぶりの勝利を飾った。この勝利で、秋の天皇賞への優先出走権を得て、 天皇賞に出走し先行するも不利な大外枠の影響もあり11着に敗れた。12月の香港カップへの招待を受諾し、出走を予定していたが、12月9日に行われた調教中の事故で、左第一子骨骨折をしていたことが判明し、このレースの出走を見合わせることになった。その後帰国、検疫を行い放牧に出され治療に専念し、 復帰までに1年程度かかるだろうとして、出走ローテーションは白紙の状態に戻った。2016年2月28日の中山記念で復帰するも10着に終わる。その後も惨敗続きとなり12月3日の金社地章13着を最後に現役を引退した。引退後は東京競馬場で乗馬となる。ありがとうございます。